そやさんももうなんかこの YouTube 見ながら足ガタガタガタって言うんじゃない単価の話が出てる単価をちょっと改定してくださいって小立てがいくらだったの即答説来年高くなるんじゃない効率変わるとね敷地が1メーターあるところに限ってはもし見つかったら多分仕事ができなくなる会社が会社がもう一つ10月からも効率変わる何がどんどん厳しがってくるな本当俺ずっくりですよ会社違法でやってるとこは有利だよなそうですバーンって個人の名前なんか潰しちゃえへんもんねジェスお疲れ様ですお疲れ様ですお疲れ様ですこれがちっちゃいよ下が本でよえ下が本でよ声ちっちゃいやつなんかすいませんありがとうございました第2回登場だよどう面白そうだよね体育会系だしいいじゃないですかはい一番ハキハキしてるみたいな一番ハキハキっていうかその堀川辻凛喋らねえよいただきまーすいや実はですね視聴者皆さん前回ね撮影許可取らずに としかいい話してもらってさまあまあいい話になったんだよねあれねそうですねたまたま現場行って喋ったんだけどいい話になってそれとこぼっちゃなのぼっちです家移したらいかん案件といい案件があるねほんとだよ会議が取ったらちらっとパイプの人この前に9時から会議で8時半かぐらいから会議待ちプロトコルでその中でなんか単価の話が出てた単価をちょっと改定してくださいみたいな一応それは翔が喋ってるんじゃないですかえ翔の独断じゃないですか僕らには話聞いてます知らない、はい、まあだけど10年以上前の単価のあれ10年ぐらい前に作ったのあれそうそう10年元々今ね税金も上がったりとかなんかいろんなことがあって多分それで今この状況でっていうのは多分言ったんじゃないですかねうん、だから人さん人ついてこないかもしれんけど塗り替え道場があって南瀬港サービスがあるかな株式会社がないと塗り替え道場で南瀬港サービスっていうのがあってそこに橋場さんが所属するんだよね、はい、そこに営業から仕事を発注する形になって、はい、まあ、営業はね橋場無料キャンペーンとかやってるけど、はい、まあ、実質はかかるじゃんで戸建てで、まあ、よく何回か多分 YouTube でも言ってて1個も安いとかって言うけど戸建てがいくらだったの戸建て大体普通の即答っす即答10万っすってしかも税込み10万はい税込み税込み10万大変でも280普通の以外でも350ぐらいでも今の最近でかいですよ大体280超える超えるかギリギリのラインそれでいくらぐらいなの超えれば今度プラス60平米までプラスして結局、うん2万円ずつ上がっていく60平米で2万円で平米300円か最大がなんで最大ね10平米上がってもあの2万円プラスだし、うんうん、それを超えれば、うん、なんでうちとしてはあの何平米から何平米までここ区切りがあってのその金額なんで枠内の下の方へ行けばそりゃあの平米単価は上がるっすけど、うんギリギリもうマックスぐらいまでいっとるときはもう言ったらめちゃめちゃ安くなる、なりますよねもう数平米上がればもうプラスなのにっていうところで止まるんで、うんうん、あそういうことね、はい、平米ぐらいしてもいいかもしれないねそうですねただ1万円単位かこれってさ何が言いたいかって俺これトシ君と今いい話なんだけどまあ一般のお客さんも見てるからあれだけど俺は本当に見積もりといても家行っとったの予想がじゃあどんだけ足場の資材ことに持ってトラックもうち10台あってシーリングもうち見どこでやって材料も入れとるじゃんじゃん確かに普通の足場屋で塗装の下請けだったら変なのあるでしょ最低そうでほら金額出すと他の塗装屋同じ値段出してくるわけよはい先生ありえんじゃないって、はい、それ何ってどっかで人食い削るしかないから俺は人間商売だからそれで足場とシーリングでまあシーリングだと塗装屋がそのままやるところも多いけどでシーリングの職人で2人で終わるところじゃあその職人が2人で終わらせねえもん、ねはい、同じ量ならでもそういう話をしてる中でただその予想が15万円もらえるから塗り替え道路15万払ってはちょっと違うと思うで何言ったら見積もりも全部あの図面とか営業がやってくれるわけでしょはいでこうでもある程度融通聞くだろで実際いくら欲しいのぶっちゃけお前の考えだけでいいいやこれがなんか公式になるけどいやこれ何言ったらもう河合君がその話になったのでお互いのやり手の単価は勝手に決めんでくれってそこはもう俺の仕事だねお互いがそうするだって単価が変わって成績が上がるって何の意味もないじゃんだったら外部の仕事だって結局塗り替え道場のお金は減らんもん減らすってそうそう確かに世間相場があるとはいえ今でも、まあ、ぶっ
質量があって500円であるとか少なくなったのかな。500円だとやるおるでしょ、一回でも。いや、いるんじゃないのね。おるよね。でも今もいる、おるらしいんですよ、本当に。営業で来るよね。だけど、本当にもうぐちゃぐちゃって。ああ、しばらくな。で、バルコニーの下はもう組まない。バルコニーの上は組まない。本当に加工だけみたいな。で、2人1チームで動いてるんだけどな。一般の人ってよく足場がだから足場がだから。客出しでどれぐらい出しようか知らないけど、20万、30万出しようか分からないんだけど、実際足場ってどういう経費がかかるのか、ちょっと教えてほしいの。まずは、やっぱり、ね、人、まあ人件費、人件費だね。大体どれぐらいでやかかるの。一軒の戸建て、まあ300平米、およそ駐車場が2台あって、建物の坪数が30坪ぐらいのところだったんだね、多分。そうだね、はい。で、それで大体外平米ってぐらいなの。280。足場で、うん、2階建て、うん、その屋根塗る塗らないもまあいろいろあるんですけど、でも、うん、それでも280前後じゃないですか。人件費とか何人ぐらいか。組み立てでもちろんもう2人かけたら赤なんで。でも3人で行ってるじゃん。それを半日ぐらいで終わらして、うん、別の物件にまた走る。最近組み組みやってないでしょ。なんか俺社長がなんか降りって言われちゃう。組み組みなんかないでしょ最近。でも例えば3ヶ月に1回あるか2ヶ月に1回あるか。ある。ある。まあ人件費の話したね。あと何がかかるの？あと油代、ガス代、ガソリンとトラック代だよね。トラックですね。トラック結構するでしょ。これ400万ぐらいするでしょ。500じゃないか。500か。あと高速ガス、ね、高速ガス。ドバ代が大きいよね。まあドバ代。資材置き場だけですね。材料だよね、はい、それが結構大きいよね、やっぱり、うん、金ねえってないもんね、ですね。どう昔から単価って変わらんか。いや、一回変わったっすよ、ほんと何年。二階堂々じゃないですか、世間相場。世間相場は変わってないですね、多分。なんなら多分来年高くなるんじゃないですか、なんか本はしないんだけど。そう、法律変わるっすね。だけど、そのくめんじゃん。いや、あの、決まってます、あの敷地が1メーターあるところに限っては必ず本足場で組みなさい、なんでこういうブラケットの使用は絶対ダメですよ、ね、これね、視聴者の皆さんで塗装考えとんだったらこれ早くやらんと来年から法律が変わったらだって足場代3倍ぐらいになるよ。そうそう、大体だって材料3倍ぐらいかかるもんな。そうなったらお客さんに必然的に足場30万40万出さな。トラック1台で材料乗れなくなりますからね。うん、そうだよ、ね、住宅でそれ強制されるの。多分強制っていうか、もし見つかったら多分仕事ができなくなる。ペナルティーからペナルティーから営業停止から営業停止から仕事ができない。仕事を受けれなくなっちゃう。なんで営業停止ってことは、あの昨日僕ら講習って聞いてるんですけど会社に電話になるじゃないですか、それ受け取ってもアウトらしいんで。どういうこと。いや、もう営業停止って言われたら会社に電話が鳴ろうが、会社の電話とか何がどうなろうが、会社の電話も使っちゃいけないし、ひたすらなっとっても放置しなきゃいけない。もう停止なんで。やりすぎでしょ。マジですか。昨日言ってたんですか。やっぱ出ることが営業って受けること自体営業しとるって見なされるからダメだって。やばいっすね。だから作ったんですね、多分これ、うん、何メーター以上。1メーターで、それがないところに限っては、あの今まで通りのその法律に準じた形であれば、あの本足場じゃなくて、なんで1メーターも測られてありましたってなって、うん、本足場になってませんってなった時点で、うん、もうあのその会社が叩かれるだけです。マジ、はい、やれよ。安全優先したんだと思います。いや、お客さんに出さなあかんってなっちゃうもんですから。はい、いや無理だもんね、この値段でやるの。どこからどうやって誰が先に動くかっていうの。どこが最初にドンって動くか。誰かが叩かれるの。俺らが YouTube に持ってたらもう1個やん。1番目だっとるやん。どっちより3番目つけられるのに。そんな調子のことで YouTube 喋りやがってみたいな話な。うわマジ、これか俺。しかもやらなあかんわ。社長でもこれ言ったらもうみんなダメ、仕事できなくなっちゃうんですよ。会社が止まるってことですよ。新しい会社って八色労働省発色とか。うわそれ大変だな。本当なんだ。なんか噂には聞いとったけど、それが来年の4月からです。どれぐらいだよね。本当か。勝手に来るらしいですからね。本当、いやこれね、本当お客さん、まあ、足場だけなんですけど、もう一つ10月からもここで使う。何
それはあの点検のやつですね。何あのちょ何がどんどん厳しがってくるな本当。俺ずるいですよ会社。足場使用する前に点検だったじゃないですか。足場点検あの使用とかのやつであの点検しなきゃいけない。ゼネコンとかあるじゃないですか。足場使用中に何を点検、ここ中さんがありますか、ステップがちゃんと入っていますか、スパイダー入ってますか。なんでその足場を使用できますっていう点検をしなきゃいけないじゃないですか。ここに来てるよね、はい、足場使用許可書。今まではその現場に来た人が誰でもよかったんですよ。そんな、うん、あのその資格を持ってる人であれば多分それがチェックできたんですけど、うん、それをもうあの組み立てる前か。そう、組み立てる前にチェックして、でも仕上がった時もチェックしながら、ね、いや、あと事前に決めなあかんっていう。日曜日テスト行ったら俺何も覚えてねえんか、お前。みんなだってもう僕らだけですよって真面目にちょこっと話聞いとったら、他のみんなヤジ飛ばして、お前ら早く帰ってんだけどみたいな。そう、何時に終わるんだって。12時半って言ったやろとか言って言ってないですよとか言って。とりあえずすごいな、足場の点検をする人をもう誰ってもう決めてあげなきゃいけないらしい。なんで僕がやりますって言ったら、リュウジがやるって言ってもダメなんです。僕がやるってもうその書類上歌ってるんで、僕が絶対やらなきゃいけない。現場ごとじゃないのか、会社で。いや、現場のこと。現場ごとです。で、それを全部保管してないといけないんです。マジ？はい。ただ結局この本足場にしてないところを普通にブラケット足場にしたら、この紙には結局ちゃんと書いてない。書いてるもんね。やりましたって書いてあるじゃないですか。うわー、厳しいな。そしたらその職長も一緒にあの処理宣言されるらしい。これはちょっと目から鱗じゃない。これ塗装屋さんももうなんかこの YouTube 見ながら足ガタガタガタって震えとるんじゃない。違法でやっとるとこは有利だよな。そうもうバーンって個人の名前なんか潰しちゃえんもんね。いいっすよいいっすよ、うちは片足までやりますよ。かわいそうですけど、そのもしそのブラケット足場で来るじゃないですか、お客さんの家を。もしそれでドームとか入るじゃないですか、足場ずっと立ちっぱなしになりますからね。お客さんめちゃくちゃ迷惑になるんですからね。あ、そういうことか。お客さん仕事終わらない。これ解体してほしいって言われても営業停止とか仕事とりあえずストップってなってるんで、現場自体も解体もさせてもらえないと思います。多分一回止めてって、何も作業使わせてもらえなければ解体することも許されない。やばいな。多分置きっぱなしになって、ちょっと待ってくださいっていう。うわー、ちょっと本当にね、これね、あの一般の人も塗装屋さん職人さんもどこまでこれ本気かわからんけど、でも足場はね、前々からこういう話で出とったんですよ。俺も労基署に行っとったじゃん、一時期。そこで話も聞いとったんだけど、これから厳しくなるよ。相当ちょっと厳しくなるかもしれない。まあ足場の単価についてと、まあもうこの法律改正だな。そうですね。これ衝撃、この業界衝撃じゃない。塗装や改修業者は、ほんとちょっと痛手がでかいと思う。で、一般の人が一番痛手がでかいよね。そうです、ね。で、これ全部が横並びでやってけんやけど。で、安くやってくれるところに変なところに頼んで騙されちゃって塗装とかくっちゃくちゃみたいなことが起こるんじゃないかなと思うわ。そうですね。まあね、まあ正当にやろうと思うとやっぱりそれだけなコストがかかってくるから、うん、どうしてもお客さんにそこを負担してくださいって言わなあかんところも出てくるだろうし、そうね。はい、またちょっとね、あの質問とか何かありましたらぜひ。あ、なんかお前今日インスタデビューしたな。あ、質問してたのかな。じゃあつけた。あら、もうちょっと投稿しろ。最低この動画を公開されるまで10個投稿しろ。みんな腰上がると思うでしょ。インスタでね。じゃあみんなでまた見てね。またね。遠慮しろね。ちゃんと言えよお前。また見てね。また見てね。ありがとうございます。はい。